7月20日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。今月からスタートしました日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は平日の月曜日から木曜日午後3時半から5時半までのニュース番組です。辛坊さん、はい。で、基本はですね、この番組私東京の有楽町日本放送のスタジオに行って、はい、生放送で皆さんに、お聞きをいただいているわけですが、今日明日若干事情がありまして、場所がいつもと違います。そうなんです。どこでしょう。辛坊さんは大阪ですね。日本放送の関西支社とこの東京有楽町を結んでのリモート放送。でも今本当に設備すごくなりましてね、さすがに最近ね、新型コロナの影響でテレビでもリモートって言って、関西の番組の多くは東京からコメンテーターの方がですね、ズームその他 の電話会議システムだとか、はい、スカイプであるとか、そういうのを使いながら出演されてるケースが非常に多いんですが、やっぱりね、タイムラグがあったり音声的に問題が出たりとかね、そんなにクリアにはいかないんですが、このラジオの場合には当班結んでも私と増山さんとほぼスタジオにいるのと一緒ぐらいの感覚で、多分皆さんにお聞きをいただけてると思います。おそらくこれすごい技術ですよね。これだったら別に何も東京大阪じゃなくたって、私自宅だって構わないわけだし、場所によったら太平洋の真ん中だって構わないわけだし、日本にそもそもいることすらいらないんじゃないのっていう話。それはさすがにやっぱりここにいてもらうからこその意味はありますよ。いや、でなんで大阪かと言いますと、これ7月という割とぶっちゃけ中途半端な時間に新番組がスタートしておりまして、もろもろですね、元から予定が入ってたというようなこともあって、その時にはごめんねっていう話をしてたのと、もう一つはこの今日明日のこの大阪のイベントはそんな理由がなくてもどうしても外せない人生最大のビッグイベントという大事な、はい、まあ、平たく言うと人間ドックなんですけどね。これなんで人間ドックを東京で入らずにわざわざ大阪で入るかというと、これも事情がありましてね、もうずいぶん前になるんですが、私の命の恩人の病院なんですよ、ここが。人間ドックというのはね、寿命を延ばすのにとても有効だということが、私はね、本当に身をもって体験をいたしました。で、実はもともとの人間ドックは違うところで受けてたんですが、たまさかそこの人間ドックも大変優秀な人間ドックでですね、内視鏡検査をやったところ、何かがありますって言われて、これちょっとうちは人間ドック専門クリニックなので、治療はできませんから病院に行ってくださいって言って、今、人間ドックを受けてる病院に紹介してもらって、そっちに行ったところがですね、十二指腸にがんが見つかって、これが2012年のことですから、あれ人間ドックで見つけてもらってなければ、まあ、半年遅れてたら手遅れだと言われてましたからね。人間ドックというのは命をやっぱり長らえさすためには大変有効なん で健康診断もやっぱり有効ですんでね、ぜひ皆さん健康診断、人間ドック行ってください。今も新型コロナばっかりでね、なんとなく新型コロナさえ下げてりゃ、死なないで済むみたいな印象になりつつありますが、そんなことありませんから、そうですね、もっと恐ろしい病気いくらでもありますからね。本当です、本当です、そうなんですよ。で、まあ、その病院に通い始めるきっかけになったのがあるんですが、一つある時ですね、関西在住の某有名な方がですね、職業を言うとすぐ分かってしまうんで言いませんけれども、その某有名な方がですね、ジマちゃん、ちょっとな、俺な、病院なのな、理事になってな、ちょっとな、会員になってや、って言われてですね、はい、わかりました。その方が、この病院の理事になったということでですね、毎月の会員、この会費がね、そこそこするんです。はっきり申し上げて。はい、そこそこ結構な、お金がかかる会員なんですけど、正直もう勘弁してくれよと思ったんですが、まあ、その義理もありますし、で、よく計算してみたら、この毎月月の会費を払うと年に1回1泊2日の人間ドックに入れてくれるわけですよ、で1泊2日の人間ドックっていうのはそこそこしますし、そうですね、それとね、1泊2日の人間ドックで非常にありがたいことが一つあるんです。最近人間ドックのたびに内視鏡の検査を受けるんですが、これ増山さん、内視鏡の検査って受けたことあります？ありますよ。内視鏡って要するに、まあ、ホースチューブの先にカメラがついてるわけですよ、はいはい、で、まあ、大腸内視鏡の場合は肛門から入れますよね、はい、で食道、それから胃であるとか十二指腸ぐらいまでの内視鏡は口から入れますよね、で、まあ、口から入れるやつと同時に細いやつで鼻から入れるやつもあるわけですね、最近。で、これが鼻から入れるやつはそんなに苦しくないよって最初に医者に言われたんですが、
そこそこきついんですよ。そうですか。それきつい、やったことないですか。私口からしかないです。あ、口のやつよりも一応細くできてて、うん、で鼻から入れるやつは楽ですよってお医者さんに言われて、うん、よく言いますよね、やったんですが、うんうん、いやそんなもんね、これも鼻からの内視鏡を売ってるね、業者の方には大変申し訳ないですけれども言うてもそこそこきついですよ。まあ、異物が入るわけですからね、この細い穴にね、はい、そってね、私これ毎年内視鏡をやるんですが、うん、これがまあ正直つらいわけですよ、はいはい、でもなんかね、目から涙だらだら鳴らしてよだれ涙してですね、だけどもう医者は容赦なくこう内視鏡をどんどん突っ込んでいくわけで、そう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 、これがもう、これは大抵の拷問よりきついんじゃないかぐらい何でも吐きますみたいな状況になるんですが、何吐いても助けてくれないわけですよ。それが何年もずっと続いてたんですが、ある時この人間ドックを1泊2日で受けたらすごくいいメリットがあって、私まあその病院で手術受けてることもあって、私の体のことはよく知ってるわけですよ。つまり麻酔はこの麻酔を使っても大丈夫だっていうのが経験的に分かってるわけですね、はい、でその内視鏡やるときに眠らせてくれるんです、この病院、はいはいはい、1泊2日だと、はいはいはい、で1泊2日だと内視鏡検査を受けて、うん、そのまんまベッドに運ばれて、そのベッドで病室のベッドで、うんうん、まあ、そこで1泊するベッドで目が覚めるわけですよ。であと、まあ、あのうつらうつら、これがね、うん、ちょっとまあちょっと公共の電波では言いにくいんですけれども、私元から小学校の時から寝入りがすごく悪い、寝つきが悪いんですね。で下手すると小学校の時からですね、布団の中に入っても2時間ぐらい寝られないぐらい寝つきの悪い人間で、あれ寝つきが悪いっていうのは結構本人にとってはストレスフルなんですね。そうですよ ね, ね。で、まあ、だけど睡眠薬使うっていうことになるとまた別のハードルがあって、いや使った方がいいっていう人もいるんだけど、私はまあ、あんまり薬に頼るのも嫌なんで、あんまりそういうのも使わないたちなんですが、この内視鏡検査の時にやる睡眠導入剤ってやつがこう点滴で入れるんですけど、点滴に入れて、あ、なんかが入ってく感覚があって 1,2,3 でもう意識がなくなってんですよ。気持ちよくなってくるんですよね。これがね、これをだからちょっと公共の電波では言いにくいんですが、猛烈気持ちいいんです。これがこれでね、年に1回のことだし自分でできませんから、病院に来なきゃいけないんで自分でやみつきになるわけにいかないっていうか、そんなことできないんですけど、もうこれがなんかすごい最近年に1回の楽しみになって、そうなんだ、ね、で今日その貴重な人間ドックなんですが、はい、午前中にそれを受けて、はい、ほいで、うん、いつものようにそれを麻酔を使って人間ドックの内視鏡検査をやって、本来ならばこの時間に病室で寝てる時間なのに途中で叩き起こされて、もううつらうつらしながら来てるわけですが、お医者さんが言うには、はい、これもちょっとね、公共の電波に乗せていいんだかわからないオフレコ情報なんですけども、個人的な感想ということで、いや感想じゃないんですよ、その私の担当のお医者さんが、しもさん、この薬はね、オウム真理教が自白剤に使った薬なんですよ、一定以上投与するとストンと寝ますけれども、一定以上投与せずに直前でやめるとペラペラ喋り出すんですよ、だからオウム真理教はこの薬をね、自白剤として使ったんです、もしかすると今日ね、その睡眠に落ちて、自分はそのまま眠りに落ちたと思ってますけども、もしかすると増山さんのあの秘密もこの秘密もペラペラ喋ってる可能性がありますね。ないですから秘密、そんなに。あ、そうですか。いや、その上、どうやらですね、この薬はですね、これは分かんないですよ、それもこの情報が間違ってる可能性は十分ありますから、なんかそういう注釈つけながらの喋りが多いな俺本当ですね、ドキドキしますけど、その都度、いや、某アメリカの有名ロック歌手で、薬取りすぎで、それも本人のせいじゃなくて、なんか眠らせるためにお付きのお医者さんが薬投与しすぎて亡くなった有名歌手の方がいるじゃないですか、まあ、誰とは言いません、マイケル・ジャクソンさんですけども、そうですね、あのマイケル・ジャクソンさんに投与されてた薬と同じじゃないかって噂もあるんですよ、これもちょっと真偽のほどは確かじゃありません。となるとオーバードーズでたくさん打ちすぎると命に関わる、ちょっとしか打たないと自白剤に使えるという、というちょっとヤバミーな薬をですねヤバミーな薬を今投与されてここに来てますから、だからもしかするとね、だからそれが中途半端に今冷めてる状況だとするならば、あることないことペラペラ喋り通す可能性が今日は1時間半、いやいや1時間じゃねえ、2時間のオンエアの中にあるんじゃないかと、ラジオを聴きの皆さん楽しみにしてくださいね。ピーっていう、一服盛られてますから喋っちゃいけないこと言うかもしれませんよ。ちょっと
わかりました。ピーっていう音で用意しておきますんで、今日はよろしくお願いします。そんな状況で大阪からやっております。わかりました、まずはですね、今日の株と為替の動きをお伝えしておきましょう。大切ですね、はい、今日の東京株式市場、日経平均株価は3日ぶりに反発しまして、ほうほう、先週金曜日に比べて21円6銭高い 22,717円48銭で取引を終えました。かなり安定した取引になってますね。だからまあ日本でなんか感染者が増えてるっていうのに、ほとんどマーケットは反応してないっていう感じだな、ここしばらく見ると、はい、それで、で為替相場ですね、現在1ドル107円25銭付近で取引されて、ここも完全に安定してますね。若干、うん、どうなんだろう、先週の木曜日のこの時間よりは40銭ほど円高に触れている感じです。まあしかし為替も毎回言ってますけれども、まあ全然海外に行けない状況の中ではね、これ為替の取引で利益で出してる人とか貿易やってる人にとっては重要ですけど、我々みたいに海外行くときしか為替なんか気にしない人間からすると、それがどうしたって感じもしなくもないよな。まあね、はあ、まあそんなこんなでございます、はい。まあ、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが、はい、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目はですね、新型コロナ世界の死者数60万人超え、4時台にお送りするズームオン2本目は、日本放送の、都庁担当記者とそれから国会担当記者つなぎまして、 GoTo キャンペーンの政府と東京都の動きに迫ります。いや、そういうトーンじゃないね。今日なんかワイドショー軒並みボロッカス言ってるよね。いやー、何でもかんでもこの政権批判に結びつけようという感じはしますけれども、まあまあ確かに世論調査取るとなんか7割ぐらいが反対って言うんですけども、だけどね、この手の世論調査当てにならないんで、あの10万円配るの世論調査でいうと、これあの好意的な人の方が過半数なんですよね。結局ね、自分にとって利益があるかどうかみたいな話になると、この GoTo キャンペーンは多分これなきゃ困るっていう旅行業者の人と、それから俺なんか忙しくて行けないよっていう人の、まあね、あるいは東京都民に俺ら外されちゃったしっていう人たちの ね、なんかね、温度差激しいよねこれ。これを一律の世論調査の数字として見て、その数字をもとに何かを考えるっていう方向性自体がね、なんかちょっと違うよなと、世論調査のなんか一番やっちゃいけないところ、使っちゃいけないところが出てるよなという気はしますけれども、まあまあそんな話も含めて、都庁の方とそれからあの官邸で取材している人と両方出てくる。そうです、はい、ちょっと楽しみですね、どんな意見で今ね現場動いてるのか、はい、はい、お伝えしていきます。で、5時台にお送りするズームオン3本目はコスモ石油調査へということでお届けします。さあ、番組ではあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com で、ツイッターでもお待ちしています。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームで、辛坊治郎さんの、ね、漢字はですね、辛口坊やで辛坊でしょ。で、治郎がですね、漫画鬼滅の刃の主人公の炭治郎の治郎と同じです。わかんねえよそれ。お好きな方は、ね、でもこの間ね、日本放送からあのちょっと物を送っていただいた時の辛坊治郎の字が名の継ぐになってまして、日本放送が間違うかとどなたかびっくりしましたけどね。これ気をつけないと。いやいや、いいんです、鬼滅の刃の炭治郎の字。 ありがとうございます、はい、はい、ということで日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、鬼滅の刃の炭治郎余計わかんないわ。明治の字です、はい、そういうことです、この後ズームオン1本目からスタートです。今日と明日は東京と大阪を結んでリモート放送です。日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここでですね、先ほどあの為替相場、現在1ドル107円25銭付近で取引されていて、まあ、先週の木曜日のこの時間よりも40銭ほど円高とお伝えしました。これ円安の間違いでした。ね、うん、さ、そうなんだよ、おかしいなと一瞬思ったんだけど、円安、はい、はい、失礼しました。失礼いたしました。さあ、ではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは先週土曜日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。7月18日先週の土曜日、人気俳優の三浦春馬さん30歳が亡くなりました。自宅マンションで自殺を図ったとみられています。JR 新宿駅の改札内にあった東口と西口を結ぶ地下通路が、昨日から改札の位置を移動させ、誰でも利用できる自由通路になりました。これまでの地下通路の最短ルートよりおよそ2分、地上を通るルートよりおよそ10分短縮されます。
三菱重工業は今朝午前6時58分 UAE の宇宙機関が開発した火星探査機ホープを乗せた H2A ロケット42号機を種子島宇宙センターから打ち上げました。昨日初日を迎えた大相撲7月場所、平幕の遠藤との一番に腰砕けで敗れた横綱鶴竜が右肘を痛め今日から休場します。7年ぶりの続編として昨日から放送がスタートしたドラマ半沢直樹、昨日の関東地区の平均世帯視聴率は前作を上回る 22% でした。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは年間パスポート所持者を除き、関西、東海、北陸、四国、中国地方からの来客のみとしていた入場制限を今日から全面解除しました。松山さん、はいはい、いや日本放送って一応富士サンケイグループだよね。そうですよ。ということはフジテレビの関係が割と強いはずだよね。 それなのに今のさ週の初めのニュースコーナーの中でこれ半沢直樹って確かフジテレビじゃなかったよ、これは社会現象とも言えますし心が広いですし富士サンケイグループは全然そうなの。そうですよ。半沢直樹ね、そういえば前なんかすごいヒットしてたような印象あるな。大ヒットですよ。倍返しだだっけ。そう倍返しのおじさん、坂井雅人さんですよね。倍返しのおじさんじゃない倍返しのお兄さん、そうですそうです。だけど今の時代に 22% だけどこれ世帯視聴率だな。今もう視聴率テレビの世界はね個人視聴率っていうのに変えてるわけですよ、はい、あの世帯視聴率っていうのは基本的にその世帯でテレビがあると、テレビが何台あろうと、で1台ついてる世帯視聴率で、例えばまあ250世帯のうちの 何世帯見てますか、250世帯のうち の、 あの25世帯その番組を見てましたっていうと視聴率 10% っていう計算なんですけど、はい、今個人視聴率って言ってですね、その家庭の中であのテレビはついているんだけれども4人家族で、見ているのがあの80歳のおばあちゃん1人でしたということになると一気に数字が4分の1になっちゃうんだよね。あそう個人視聴率だからははは、ね、そうですね、その4人のうちの2人見てましたということになると半分ははだから、世帯視聴率よりも個人視聴率の方が圧倒的に数字が低く出るわけですよ、うんうんうん、だから私が関西でやってるそれなりに大変視聴率の高い番組で例えば視聴率 20% って今までだったらこう、ね、大きく出るところが、ただね未だに新聞があの視聴率何パーセントでしたってデータ出すときあるよね、あの時には世帯視聴率が出てるんですが、今テレビ業界の中では世帯視聴率ってのはほとんど営業に使わずに何歳ぐらいのどんな人たちがその番組を見てるんだっていう個人視聴率に重点が移っているので、テレビ局の中では 20% とかっていう数字はもう出ないのね。なるほど。おーすごい視聴率出てるぜって言っても 10% っていう数字になるかならないかみたいで、だからねテレビ局、まあ結局変わらないんだけど、そういう意味じゃ世帯視聴率取ったら変わらないはずなんだけど、なんかねテレビ局内の士気がねそういうのですごく落ちちゃうのよちょっとね数字がこうねなんとなく、はい、だから今 22% っていうのは昔ながらの視聴率のカウントだとそうなんだな、昔の番組との連続性みたいなものを知ろうと思うとやっぱり昔ながらのその世帯視聴率っていうのを使わざるを得ないというところがあるんですが、それにしてもそれでもやっぱりね世帯視聴率で 22% って最近でないですね。そうですよね。かなりの水準ですね。でテレビの話で言うと、もうテレビその後映画でも活躍をされてた三浦春馬さんの自殺は本当にショックでしたね。これびっくりしましたよ、まあ、私なんかもねこの業界で仕事してても全く接点のない方なんで、ね、あの個人的にお付き合いがあったわけでもないところが、もうほとんどお会いしたこともないようなレベルなんだけれども、でも30歳の若い方が亡くなるっていうのがやっぱ衝撃ですよね。いい俳優さん。ただこれみんななんとなく忘れてますが、その三浦春馬さんには三浦春馬さんの特別な事情があったんだと思いますけれども、日本でやっぱりね一時に比べると自殺者って激減してんですよ、はい、激減してますけれどもやっぱり年間万単位の方が亡くなってる、ところがねこれ有名人の方が自殺されると大変大きなニュースになりますが、新聞見ても自殺ってほとんど出てないんです。まず出ないんです、だから有名人以外の自殺はニュースにならないんですよ。これなんとなくね、
メディアの慣例で根拠はどこにあるんだと言われりゃ、自殺でも実はものすごく大きな事件に関わってて、それなんで自殺されたのかというのを調べていくことによって、社会的にはいろんなことが明らかになるということは世の中にたくさんあるわけですが、これ我々の業界の慣例の、私ね、あんまり良くないところだと思うんだけど、有名人の方が自殺されると大騒ぎで朝から晩までワイドショーでやり通しますけど、一般人の方の自殺ってニュースに扱わないんですよ。で、警察から自殺ですよ、自殺がありましたよみたいなことがマスコミには届くはずなんだけど、マスコミはその段階で、あ、自殺だからもうニュースにならないし、取材してもしょうがないからって取材に行かない、取材に行ったらもしかするとなんか表に出てない世の中の重要なことが分かるかもしれないんだけども、もうある種思考停止だから、有名人だと大騒ぎ、無名な人だと思考停止、その流れの中で実はほとんどの人が認識してないけれども、日本で一時期よりも激減したけれども万単位の方が、今まで新型コロナウイルスで亡くなっている方はそれこそ90歳の方とか100歳の方とかいらっしゃって、そういう方々も全部含めて900何人なわけですよ。ところが自殺で亡くなる方は日本で1年間に万単位ですから、そう考えるとね、やっぱここはちゃんとね、もしかすると今までみたいに自殺だから扱わないっていう思考停止なのか、いやむしろその芸能人の時だけ大騒ぎするっていうことが良くないのかわからないけれども、ちょっとね、何がニュースかということについての根本から、我々はこの我々っていうのはつまりこの商売をしている我々なんだけど、見直していかなきゃいけないんじゃないのかな。だから今まで慣例のように、あ、自殺は扱いません、それからもう一つ扱わないのが性犯罪ですね。だから性犯罪もほとんどやらないんですよ。もう性犯罪もこれ被害に遭った方の人権ということなんだけれども、だけど一般の人にはそのコミュニティで何が起きているのかというのはやっぱり知る権利があるし、それを知ることによって防御することもできるわけなんだけども、これも長年の関連で性犯罪に関してはマスコミは、まあ、ある意味握りつぶすというか報道しないんで、なかったことになっちゃってるわけですよ。だから実は日本で性犯罪がニュースになるのは、犯罪者つまり加害者がアメリカ兵の時には必ずニュースになります。だ、加害者がアメリカ兵以外の性犯罪って日本ではほとんど起きてないようなイメージになっちゃうんですよ。だ、このあたりも含めてこの何十年間我々が、まあ、培ってきたと言うべきなのか、まあ、慣例でしてるというのか、惰性でやってきてるのか、何がニュースで何がニュースでないのかというね、根本的なところをやっぱもう一遍見直す必要があるなっていう、そういう作業はもう誰もやらないわけですよ。昨日やってるのと同じように今日ニュースを作りますから、まあ、この番組は幸い始めたばっかりですから、はい、今までなかなかニュースとして取り上げなかったこと、皆さんにお届けできなかったこともね、これちょっと重点的に掘り下げていこうかなと、そうですね、そういう心構えで、増山さんどうでしょう。はい、いいと思います。いいと思うんですけれども、掘り下げるニュースズボン1本目が全くやる時間がなくなってしまったので、1本目なんだっけ。1本目はね、新型コロナの世界の死者数のお話だったんですけれども、有馬大丈夫ですよ。ちょっと後ほどね、小出しにしていきましょう。すいません、はい、ズボンでした。7月20日月曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかの2人でお届けしていますが、辛坊さん、リモートで画面見ながらお互いの顔映ってるじゃないですか。いやね、辛坊さんね、すごい結構ね、顔がアップで、顎から上がね、ドーンっていうのね、こうね、パソコンの上に乗ってる感じに映ってるんですよ。いや、私の方はですね、はい、iPhone で映ってるんですけども、いつものように画面の3分の1ぐらいに、はい、佇む、増山さやかさんはとても素敵です。あ、ありがとうございます、はい、本当に目鼻立ちまで辛坊さんよく見える。いや、私今日ほれ、はい、冒頭申し上げたようにですね、本日一泊二日の人間ドックを抜け出してきているわけでございますが、はいはい、ところがですね、今その病院が新型コロナの影響で夕方4時半になると玄関閉めちゃうらしいんです。そうなんですか。あれ、辛坊さん、その番組何時までですか。5時半です。あー、残念ですね、入り口閉まっちゃいます。入れないの。で、この一泊二日の人間ドックというのはですね、素晴らしいのは、先ほど申し上げたように、内視鏡検査に麻酔を使ってもらえるということと、もう一つ、はい、大阪の老舗の料亭から晩ご飯が届くというですね、そういうサービス付きなんです。そうなんですか。いや、そうなんです。だから1回いくらで払ってませんから、まあ、冒頭申し上げたように、私は、しもじゃあな、入ってやって言われた関西のとある重鎮
ちに頼まれて、はい、あの会員になって毎月お金を払ってるわけですから、年間トータルするとそこそこのお金になるわけですよ。なるほど。でそれをこの1泊2日の人間ドックで還元してくれるというシステムなもんですから、じゃあさぞ豪華な晩ご飯にさぞそうなんです、うん、さぞ豪華な料亭のお料理が届くはずがですよ、うん、残念ですね辛坊さん4時半に入り口閉鎖ですからどうすりゃいいんだよ本当にっていう、まあ、そんなことになっております。で今日私はその人間ドックに入るために、はい、電車で大阪中心の病院に向かいました。でその間にですねちょうどね8時前後の通勤電車のラッシュ時間に電車乗ったわけですよ、まあ、こんな商売してますからありがたいことにラッシュ時間に電車に乗ることってそんなに多くないんで、せっかく乗ったから今日はまあ状況を観察しようと思ってですね、乗り込んだ車両から動かないようにしてドアの近所から見える範囲の人数とマスクの着用率を確認をいたしました。素晴らしい。ドアの入り口に立って見渡せる範囲だいたいね車両の半分ぐらい見渡せるんですけれども、京阪電車の通勤快速というのと JR 環状線の普通というのを使ってきました。 JR 環状線というのは東京でいうところの山手線に相当するものですね。その観察結果によるとですね、午前8時前後の通勤時間帯に両方ともだいたい座席は全部完全に埋まってます、はい、で釣り革の3つに1つずつぐらい 人がいると、結構人ですよ。でパッとね車両半分見渡すと50人ぐらい人がいるんですが、京阪電車の場合は50人中4人がマスクを着用してませんでした。あJR 大阪環状線は50人中だいたいほぼ同じぐらいの人数だったんですが、2人がマスク着用してませんでした、はい、逆に言うと日本のマスク着用率って今もう 90% 超えてる。他国と比べるとね、これね世界に比べるとすごい着用率だと思いますよ。世界の中には法律でねマスクの着用を義務付けて、マスクつけずに地下鉄乗ると罰金みたいな国も結構ありますけれども、日本はそこまでしてないんだけれども、自主的にこの着用率はすごいなと思いますが、ちなみに京阪電鉄で50人中4人つけていなかったのは全員10代とおぼしき学生の皆さんでした。そうですか、はい、いずれも男子学生でした。もうこれがね、あの女子学生ならしょうがねえかなという気持ちも働くのかと思いますけれども、男子学生であのペラペラ喋ってやがるとこいつら首絞めてやろうかとこう思うだけですよ。もちろんしませんけどね、マスク警察じゃないですからだけどやっぱりちょっとマナーとしていかがなものかという気は若干はしましたね。で JR50 人中つけていなかった2人は、1人は中年男性、1人は20代女性でした。はい、多分ね通勤時間帯若干ね同じ8時前後でも、あの京阪乗ったのは8時前で JR 乗ったのが8時過ぎだったんで、まあ、もしかすると学生さんが急速にいなくなる時間だったのかもしれませんけれども、そんなこんなで、まあ、関西のマスク着用率は、私鉄も JR もともに 90% を軽く超えているというそんな状況だったということを、ご報告させていただきます。よく観察していただきまして、 ね、ほら常にほら私はジャーナリストじゃないよ、ただのテレビに出てる人間ですよとこはまあ一応言うてるわけですよ表向きは。だけどやっぱりねどっか心の中には何かそういうことをちゃんとお伝えしようという気持ちがあるのかななんて素晴らしい、あすごい、はい、今日は合格点です。バカにしてますね完全にね、はい、ありがとうございますね。そんなこんなでぼちぼち参りましょうか、はい、あなたもね何かお気づきになった点ですとかご意見などありましたらどうぞこちらまで送ってください。メールは zoom@1242.com、 そしてツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後 GoTo キャンペーンにズームします。2013年に放送開始し、木曜の深夜に数々のドラマを生んだラジオ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。その番組がついにラジオのサブスクサービス、オールナイトニッポンジャムに登場。今も色褪せない名作エピソードをお楽しみください。詳しくは ANN ジャムで検索。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。どうなる GoTo キャンペーン。全国知事会は昨日会議を開き、あさってからスタートする政府の観光支援事業 GoTo トラベルキャンペーンについて、新型コロナの感染状況に応じて対象範囲を機動的に見直すよう国に求めることを決めました。さあではまずここで都庁で取材中の日本放送宮崎裕子記者とお電話つながっています。
宮崎さん、はい、ご苦労様です。はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。東京除外になっちゃいましたね、はい、そうですね。東京だけじゃなくてあれですね、高齢者や若者のグループも自粛してくれみたいな話がついてましたよね、はい、そうですね。これ東京除外っていうのは小池さんどうなんですか、予想してたんですかね、寝耳に水だったんですかね。あの寝耳に水という感じの方を多く受けますね。でいうのはですね、私たちもこうあの記者も毎日取材していて、あの実のところ小池さんは GoTo トラベルキャンペーンに賛成なのか、じゃあ反対なのかっていうところがまだこう分からない感じがあるんですね。なるほど。つまりその前に ありましたように、その冷房と暖房の例の発言ですよね。国は冷房と暖房を両方つけてどうするの、といったような発言がありましたけれども、ってなると GoTo キャンペーンには小池さんは否定的なんだなってあの時は感じたんですが、はい、一点ですね、東京除外というのが、まあ、の14日の夕方に発表されてからはですね、なぜ除外されるのか国からきちんと説明を受けてないというふうにですね、まあ要は自分のところにきちんとした根回しというかですね、説明がなかったっていうことに対して苛立ちを覚えていたりとかですね、あのちょっと実のところ賛成なのか反対なのかちょっと分かりかねる、はい、そういう印象を受けてます、まあ、その前々からの小池東京都知事の発言、まあ、手元にですね、はい、流れの表がありますけれども、あの今月の4日に不要不急の他県への移動は控えてくれという発言をして、はい、13日にほれあの菅官房長官が北海道の千歳かなんか で、ね、いや今起きてるのは東京問題だって、はい、何言ってやがんで、東京は PCR の検査数が多いから感染者が増えてるように見えてるだけだみたいな趣旨の、はい、まあ、冷房と暖房みたいな話、あの段階ではあれですかね、小池さんとしては、はい、日本全国やめてくれるんだ、やめてくれるように政府に我々自分があの主導権を握ろうっていう感じはあったんじゃないかなと思うんですが、はい、逆にそれ政府の側としてはなんか知事のパフォーマンスにこれ以上付き合ってられるかよ、そんなに嫌なら東京だけ外してやるわっていうのが、はいはい、なんとなくあの雰囲気としては感じられますよね。そうですね。あとここのところずっと連日報道されてますけれども、菅官房長官と小池都知事との、まあ、場外乱闘のようなですね、言い合いというのが非常に目立っておりまして、で今日もですね、昨日ですね、あの菅官房長官がフジテレビの番組で、はいはいはい、まあ、要するに東京 の、 その軽症者を受け入れるホテルの確保が、まあ、うまくいっていないと。でこのホテルの確保が一番急ぐことだし、それは東京都の問題なんですというふうに、まあ、昨日菅官房長官が、テレビ番組発言をしまして苦言を呈しましたけれども、これに対して小池知事がですね、その、まあ、今日のぶら下がりでは非常にこう苛立った表情でですね、現場はしっかり対応していますというふうに言うにとどめただけだったんですね、まあ、こういうこととかですね、それからあとその宿泊療養させるのか自宅療養させるのかって、その調整中の数というのがですね、はいはい、費用ごとにあの増えてきまして、そうですね、で先週の段階ではこの数字がですね613人いらっしゃる、はいはいはい、まあ、チューブラリンの方がですね613人いらっしゃる、でこれに対しても菅官房長官が、まあ、しっかりこの、まあ、中にはですね、その行方が分からなくなってしまうというかですね、はいはい、連絡が取れなくなって、それもちゃんと具体的な状況確認を東京都にも求めますというふうに言って、まあ、小池知事が連絡が取れない人は一人だけですというふうに言ってみたりとかですね、まあ、その辺の国と東京都のこの圧力みたいなものがずっと続いていてですね、でこの GoTo キャンペーンに関してもですね、どうもいまいち連携がうまくいってないなという印象ありますよね。まあ、そんな感じありますよね、はい、実際にね、やっぱり大阪の対策を見てると、別にまあ大阪の対策が完璧だとかいいとかっていうつもりはないんだけど、でもやっぱり合理的だなと思うのは、はい、大阪は公立病院を一つ完全にコロナの専門病院にして、まあ、実は今もうガラガラで、あれ私立の病院だったらもうあっという間に倒産してるだろうなって感じなんだけど、まあ、公立病院だから、まあ、市民も府民もまあいいだろうということにしてるんですが、はい、そうするとまあガラガラでも一つ病院があるもんですから、はい、感染者が出たらどんどんそこにとりあえずは入れてきゃいいっていうことができるんだけど、うん、東京都は一遍調整してどこに振り分けたらいいのって話にしてるんで、はい、東京もなんか一つ、まあ、無駄でも公立病院一つ専門病院にしといた方が今後のことを考えるといいんじゃないのかなと思うんですけど、はい、そうですね、
また、それからその病院のベッド数もですね、今1500確保してますけれども、入院中が917人現在いらっしゃるということですね、はい、このペースで、まあ、その重症者のペースが増えていけばですね、あっという間に病院のベッドも足りなくなってきますので、 その辺のその専門病院を今一つに集中させるとかですね、その辺の対策を、まあ、本当早く早く進めていかなきゃいけないんですけれども、ちょっとその対策とかスピード感がやはり遅いということで、まあ、国も東京都に対してこう苛立ちを覚え始めてきていて、まあ、菅官房長官がもう毎日の記者会見でですね、なんかこう記者会見を通じて小池都知事にこうメッセージを送っているといった状況が続いてますよね。917人の入院患者も、今みたいにPCR 検査を増やしてどんどんと無症状や軽症の患者をあぶり出している状況で、その人たちを、感染症予防法の法律に基づいて入院ということにすれば、どんどん入院患者が増えるに決まっているわけで、はい、そんなことしたら病床は埋まりますからね、なのでやはりホテルの確保というのがですね、本当に一刻を争うところだと思うんですけれども、今確保しているホテルが2つしかありませんし、トータルで300室ほどなんですよね。なんでこのペースで増え続けると、そのホテル の部屋の数っていうのが本当にすぐに足りなくなってきてしまうといった状況で、そこを本当に急がなきゃいけないところなんですけれども、はい、確かにちぐはぐなこと多いですが、昨日の全国知事会はどんな話になりました、はい、そうですね、この全国知事会これまでに昨日で10回目だったんですけれども、午前9時から始まってですね、各知事さんの発言がですね、持ち時間3分なんですけれども、非常に一人一人の知事が時間をオーバーしまして、午後1時までですね、かかったんですけれども、この時点で小池知事はですね、その休業に応じない事業者への罰則規定ができるように、知事ができるようにというのを小池知事は主張しております。で、昨日の全国知事会では緊急提言というのをですね、全て10項目にわたって取り決めているんですけれども、この10項目のうちのですね、2つ目と3つ目というのが、ポイントでして、はい、で2つ目というのがですね、今言ったようにその事業者への休業要請だとか罰則規定など、知事の権限を強化してほしいと、それから保健所の権限も強化してほしいということが盛り込まれています、保健所って食中毒の時とかは営業停止とか店名の公表とか、できる権限があるんですけれども、それと同じようにですね、コロナに関してもこういった保健所の権限というのを強化してほしいということが求められていますね。逆に言うと今はそれはできないということですね。そうですね。なので先ほど言ったようにですね、行方が分からなくなって しまう人をこう強制的にというか、もうちょっとこう厳しくですね、その陽性者をチェックできるという体制に今なってないんですよ ね。協力ベースなんですよね。PCR 検査して陽性者あぶり出しといて、いやその後陽性者いなくなっちゃいましたわ、それはないだろうと誰でも思いますからね、はい、そうですね。この辺の数字も曖昧なんですよね、人数が。私も毎日のように聞いてるんですけれども、1日多い時は10人ぐらいって言ってるんですよ、そう前そんな話ありましたよね、だけど、確認されてないのは1人だけですって、いやその1人だけが何を意味してるのかがよく分からなかったりなんかして、ものすごく言い方曖昧だなという気はしましたね。そうですね、次国会で聞いてみますんで、都庁の担当の宮崎さんの時間ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて、官邸取材中の日本放送の畑中秀也記者とつながっています。畑中さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうなんですか、 GoTo キャンペーンがこれだけマスコミに、全部のマスコミじゃないですけどクソみそに言われるっていうのは想定してたんですかね。どうでしょうかね。今ちょうど官房長官の記者会見が行われておりましてね、4分ほど前に始まりました。やはりその GoTo トラベルに関する方針転換について記者から指摘がありましたけれども、特にこのキャンセル料の扱いにつきましては、事業者に迷惑がかからないように必要な対応をしていくと、そして東京を除外したことについては、あくまでも東京都の感染拡大が突出しているから、専門家と議論して決定をしたと、あくまでも東京都に原因があるかのようなニュアンスで今、答えがあったところです。でキャンセル料なんですが、キャンセル料って旅行業者によって多分規定、バラバラだったりするのかな。それに別に全員が全員ならそれでいいんですけれども、どのタイミングでキャンセルされたかによってキャンセル料って変わってきますよね。そうですよね。だどこを上限にどんだけ、それだから要するに、予約した人には迷惑かけないようにっていう話なんでしょう。はい、
ということでいうと、なんか結構混乱しそうな気がするんですけど。そうですね。ですから本当は国土交通省としてもこのキャンセル料の補償はないとしたかったと思います。赤羽国土交通大臣、先週の記者会見では中小の旅行業が大変な状況、この補償はいささか無理があるとして、国としてキャンセル料の補償はないとこう明言していたわけですけれども、まあ、その後早速与党の一角、まあ、それも赤羽大臣のお膝元ですね、公明党から待ったがかかりまして、石田政調会長がキャンセル料は国が若干考えていく必要があると。で、昨日は自民党の岸田政調会長がテレビ番組で政府が補償を検討しているとこういう認識を示したと。さらに今日に入って菅官房長官、午前の記者会見で、まあ、会社ごとに様々な形態がある、実態把握をすることが大事、これが結構時間かかりそうですけれどもね、その上で必要な対応を行っていきたいと前向きな姿勢を示しているんですが、やはり、これは計算に相当時間がかかるんではないか、かなり大忙しで今官僚の人はやっているんではないかと思います。特にこのキャンセル料につきましては私も知らなかったんですが、事務手数料かあるいは損害賠償的な性格を持つかによって、やはりこれ税金が課税されるか課税されないか、こういう違いもありますから、こういったことも含めますと本当に煩雑な作業が必要になると思いますね。ですから、まあちょっと思い出すのが、やはり軽減税率のあの時をちょっとデジャブのように思い出してしまいました。やはりこういう一律から例外規定というのを設けてしまいますと、どうしてもこういう矛盾点が出てきてしまいますね。例えば、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は控えることが望ましいと、まあ、このように赤羽大臣先週言いましたけれども、若者って何歳まで、大人数って何人までなのか、まあ、宴会の人数は50人程度を想定しているようですけれども、それ誰が判断するか、要するに自分で行くなってことなんですかね。じゃあ例えばね、80歳の人が5人で旅行したいと言ってる旅行会社に、これ GoTo キャンペーンの対象ですよねって言ったときに、それが対象か対象じゃないかって誰が判断するんですかね。まあ、これはですから国土交通省、今特にまあ観光庁ですね、このあたりがまあ線引きについては検討中ということなんですが、まあ、何はともあれあさってから始まるわけですよね。明日はまあ閣議後の記者会見がありますから、当然赤羽国土交通大臣はそういった疑問については答えなくてはいけませんから、それに間に合わせるために今どうしたらいいかというのを、まあ、けんけんがくがくの、まさに今やってるって感じですか。カンカンガクガクの議論をしていると思われます。いや、キャンセル料、私なんかね、もう決めたんだったらそれでいけって気がするのは、最近ちょっとね、やっぱり例の10万円もそうですけれども、なんかちょっと批判をされると、すぐフラフラっとなって、はい、まあ、どうせ俺の金じゃねえのかっていう感じでどんどんお金ばらまく方向に切り替えるじゃないですか。でも結局これ税金で集めて将来的には返さなきゃいけないわけで、はい、結局俺らの税金だろってことで言うと、なんかちょっと最近お金の使い方があまりにもなんか世論に押されていい加減すぎて、結局だけどそれひどい目に遭わされるのは最終的に世論というか国民の側だろうっていう気がすると、むっちゃ納得いかないんですけどね。そうですよね。これをまあ臨機応変と取るか朝令暮改と取るかということなんですけれども、まあ、これだけコロコロ変わると少なくとも野党からは突っ込みどころ満載ということになってしまうかと思います。ただキャンペーンそのものにはまあ、罪はないかなと、問題は運用の仕方かと思いますよね。はい、ご苦労様でした、はい、ありがとうございました。失礼しました。はい、官邸から日本放送畑中記者にレポートしてもらいました。さあ、このコーナーを含めましてズームオン、今日の放送などラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください。ズームオンでした。2013年に放送を開始し、リスナーから熱狂的な支持を集めたアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、その伝説が10年の時を超え、ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムで配信開始。聞けばあなたもアルピー劇場の虜に。詳しくは ANN ジャムで検索。7月20日月曜日、時刻は午後5時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎です。東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかです。
今日と明日はね、辛坊さんが人間ドックのため大阪と東京を結んでのリモート放送になります。人間ドック一泊二日の人間ドックを途中で、抜け出してやってきております、はい、大丈夫ですか、はい、体調は。いやいや体調は大丈夫なんですけども、本来は1日かけてやる人間ドックのコースを午前中全部固めてやってしまいましたのでですね、どうなんだろう、そうやってできるということは一泊二日じゃなくてもいいじゃんって話なのか、それとも一泊二日でやるべきものを午前中に固めてると精度が落ちるのか、精度が落ちたとするならば、もし私の身に何かあったらそれはみんな増山さんの責任です。なんで私なんですか、ちょっと飯田君に飽きたらず今度は私のせいにするという戦法に。いや飯田君、飯田君はなんか機嫌よく朝やってるみたいですね。今番宣が流れてましたけども、はい、絶好調でお届けしていますよ。絶好調なんだ、はい、いいな飯田君、なんですか、私たちも負けずに絶好調でいきましょうよ、ね、今夜は。そうですか、はい、そうなんだ。って飯田君はさ、飯田君は何が素晴らしいかってさ、見かけは年いっててもさ、実年齢が若いからさ、体がそれほどガタきてないだろ。そうなんですよね。で我々はさ、そうなのそうなの、我々は逆なんだよね。我々は逆にさ、見かけが飯田君ほどじゃないけれども、でも実年齢がそこそこいってるもんだから、実はあちこちガタがきててですよ。そうなんですよ、ちょっと、ね、結構大変だよね、いたわり合いながらしないと、ね、だからもうそろそろね、俺今健康の話だけで5時間は喋れるよ本当に。じゃあ健康特番でもやりましょうか今度ね。いやまあそれはいいです、ありがとうございます。さあ、なんだっけ、そうですよ、ここで辛坊さん、あのエンディングリクエストお受けしとかないと。あ、エンディングで、まあ、せっかく大阪出しでやってますから、はい、大阪にゆかりのある曲にしましょうか、はい、まあ、あのしかしね、でも関東の人、東京の人は大阪の曲なんか聴きたくねえよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあまあそんなこと言わずにですね、うん、名曲いろいろありますけれども、そんな中で、まずこの曲から紹介しないとまずいよっていうやつからいきたいと思います、はい、この人的に言いますと大阪でなかなか生きていけないという方ですから今ね、もともと姉妹で活躍されてた方ですが、もう今はもうピンで、もう押しも押されもせぬという地位を築かれた方が、お姉さんと二人で漫才をやっていた時の大ヒット曲、はいはい、海原千里麻里さんの大阪ラプソディ、これなんかいかがでしょうか。上沼恵美子さん、そうです、妹さんなんですね、二人姉妹で。あ、そうですよ、確か、あ、確かじゃなくて間違いなく上沼恵美子さんが妹さんで、マリさんっていう、はいはい、どっちがマリさん、千里さんがだから上沼恵美子さんで、マリさんっていうお姉さんがいてですね、だいたいこれ妹がお姉さんをいじめるという、そういうコンセプトの漫才だったんですよ当時、はい、なるほど、面白かったですけどね、はい、じゃあその大阪ラプソディエンディングでね、お届けいたします。はい、ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしていますよ。 zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。ツイッターの方はね、いろいろ工夫もしてますので、動画なんかも上がってたりしますのでね、そちらの方も。なんか噂によると、さっきのアトムさんが、はい、いつも私が座ってるところの席に座ってるというような写真をどっかで見ましたけれどもそうなんですよ、アトムさんにおっしゃっと伝えててください、はい、いつでもお願いします、はい、そんなこと言わず、はい、まあ、仲良くね、そういったところもご覧になってください。あなたからのご意見お待ちしています。大阪と東京をつないでお送りしています、今日の日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。消費者庁がコスモ石油を調査へ。このニュースは今朝の毎日新聞が一面で報道しています。コスモ石油が廃屋ガソリンスーパーマグナムの性能について少なくとも10年以上使い続けるほどエンジンをきれいにしてくれるなどと虚偽宣伝していた問題で、消費者庁が景品表示法違反の疑いで調査に着手しました。辛坊さん、はあ、いや知ってはいたけどな、何よりショックなのはですね、うん、そこじゃないんですよ、そこじゃないんですよ。ちなみに、はい、あれ増山さん車運転されますよね。免許は持ってますけれども運転できません。あ、
ペーパードライバーですか。まさにそうです。いや私結構車、私はもともと中学校時代にですね、なんかの作文で、うん、車は環境に悪いから乗るのやめようっていうのを書いたことがあるんですが、うん、大学卒業して社会人になってからすっかり修士替えをしてですね、まあスポーツカーバンバン乗り換えてきたわけですよ。だからスポーツカーに乗るとガソリン何選ぶかっていうのは非常に重大問題ですよ。あ、そうなんですね。でレギュラーガソリンとね、いわゆるハイオクガソリンとでは値段が10円から20円違うわけですよ、うん、これ50リッター入れたらね、500円とか1000円とか違ってくるわけですよ。そんな時に廃屋満タンとかっていうのは相当勇気がいるんですね、だけどもスポーツカー乗ってる時にはやっぱり廃屋入れないとまずいだろうと思って各社の廃屋入れるわけですよ、うん、で各社の廃屋は、まあ、例えばコスモのスーパーマグナムは吸気バルブの汚れ付着率 80% 低減、うん、スーパーマグナムとかですね、うん、昭和シェル、出光昭和シェルって今名前変わってるのかな、出光スーパーゼアス、レギュラー比で最大 2.7% 低燃費とかですね、シェルの V パワーは独自のクリーン&プロテクトテクノロジーを採用、エノースは当社が開発した環境廃屋キープクリーン性能を実現ということで各社廃屋の性能を競ってるように見えるわけですよ、ところがですね今回の報道で明らかになったのは廃屋ガソリンっていうやつは流通過程においてどうも同じタンクを使ってるらしいということで、つまり各社名前は違うんだけど、うん、給油した時に入れる廃屋ガソリンは全部混ざってて一緒だっていう、ほとんど一緒っていうのが明らかになってですね、性能ほぼ一緒、はい、だから廃屋ガソリンとレギュラーガソリンは違いますよ、当然のことながら、これオクタン価っていうのが違いますから、はい、だけど同じ廃屋ガソリン同士ならばメーカーのそれぞれはうちの廃屋ガソリンはこういうふうに優秀です、エンジンきれいになりますとか言ってるんだけど、実は流通過程でみんな同じタンクに入れてるから結局のところこれね、石油業界の人はみんな知ってたらしいんだけど、それぞれの会社はそれぞれの名前をつけてそれぞれ別の商品として廃屋ガソリンも売ってるけれども、うん、実のところ給油段階ではどのガソリンスタンドで、つまり日本では大手5社か6社か、まあ、5社か5社のガソリンスタンドありますけれども、どこのガソリンスタンドで入れた廃屋ガソリンもほぼ中身は一緒らしいっていうのが、いやそれ私ね随分前に聞いたことがあったんですけども、今回の報道で改めてやっぱりそうだったかって感じですよね。これ値段はどうなんですか。値段はね、値段っていうのはね、基本的に地域でほぼ一緒なんです。別に地域で協定結んでるわけじゃありませんけれども、価格競争ってやつで、だからある地域のガソリンスタンドはメーカーが違っても販売店が違ってもほぼ同じぐらいじゃないと商売にならないんですよ、うん、で安いところに客が殺到しますから、うん、だけど地域が離れるとだいぶ違います、うん、だからガソリンの値段ってね、はい、地域差すごく大きいんです、東京都心部はかなり高いですよ、で郊外に行くとちょっと安くなります ね、 で日本で一番高いのは離島なんです。あ、へえ。離島のガソリンめちゃめちゃ高いですよ。これなんでかというと流通経費がかかるんですね、はいはいはい、流通経費の分が上乗せになってますから、うん、で私の感覚で言うとね、リッターあたり何十円も高いです、離島のガソリンは。だけどこれね、安全保障上やっぱり離島の皆さんはそこに住むというだけで日本の安全保障になってるところがありますから、うん、これやっぱりね、政府の補助金を入れるなどして離島のガソリンの価格は下げた方がいいなと思いますけれども、だからね、改めて明らかになりましたけど、まあ、廃屋ガソリンはやっぱりね、普通のガソリンよりもいいです。はい、ノッキングっていう異常燃焼しにくくなりますから、値段が高い分はあるんですが、ただその書いてある性能を信じて給油してた、エンジンきれいになるんだと思って高いお金払ってた人にとってはショックなニュースだろうなとは思います。なるほど。ちなみに私今ディーゼルですから関係ないですけど。そうなんですね。もうスポーツカーやめちゃいましたから。なるほど。でも車お好きですよね、しんぼさんね。あ、まあぼちぼち。以上ズームオンでした。2013年に放送開始し、木曜の深夜に数々のドラマを生んだラジオ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。その番組がついにラジオのサブスクサービス、オールナイトニッポンジャムに登場。今も色褪せない名作エピソードをお楽しみください。詳しくは ANN ジャムで検索。お聞きいただいているのは海原千里真理さんで大阪ラプソディー。いい曲だなやっぱり。うん、はい、あれ最初リード歌ってんのはお姉ちゃんの方のマ
マリさんじゃないかなこれ。結構お姉さん歌うまいんだなこれ。綺麗なでお声ですよね。はい、本当ですよね。印象がない何の話で、それでそういう話でいいんでしょうか。はい、大阪ラプソディをお送りしています。まずね、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップナイタープレイボールをお送りします。そして明日日本放送朝6時、飯田浩司の OK 工事アップ。明日のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの川崎市健康安全研究所岡部信彦所長が生出演。新型コロナウイルスと今後どう向き合っていくべきかというお話をするそうです。メールといただいてるんですか、どんな感じですかね。はい、ご紹介します。あのね、ツイッターでね、さっきのあの廃屋ガソリンについて結構来てます。ほうほう、はいはい、ピオスアークさんかな。ほうほうほう。廃屋ガソリンって国内メーカーが同じタンク使ってたとか、衝撃すぎるだろう、名前だけ違って中身は同じなのかよっていうのとか。あ、なんかそうらしいですわ、今日の報道によると、ね、前々からでもね、私そんな話聞いたことあるんですけどね。だからなんかあれ、このメーカーのやつはガスエンジンが綺麗になると思って使ってた人は衝撃ですよね。そうですよね。ただね、あの廃屋ガソリンってのは億単価っていうのが高いですから、それが高いと何がいいかというとですね、あのエンジンってプラグで、ガソリンエンジンはプラグで点火して爆発するんですけれども、はい、あのガソリンの性能が悪いとですね、プラグで点火するより前に爆発しちゃうことがあって、うん、そうするとエンジンが変な音してエンジン壊れることもありますし、あの出力が出ないんですよ。で、廃屋ガソリンっていうのはそういうことがないんで、まあ、あの10円20円高いお金を払う価値はあるんですが、ただまあ性能が同じじゃね、ガソリンスタンド選ぶ意味がなくなっちゃうね、これ。はい、まあ、でもなんかね、これに関してまだまだご意見あって、デカさん、うちの方も川越んとか群馬だとリッター価格10円高いですよとかね。場所によって本当に違うんです。だからね、価格競争ですから、一箇所安いガソリンスタンドが出ると、急にその周りが安くなったりするわけで、ただね、ガソリンスタンドって今ほら、車の燃費がめちゃめちゃ良くなってるんで、ガソリンスタンドの数自体が減ってきてて、そうですよね。でね、それぞれのガソリンスタンドも、まあ、量が売れないんで、結構大変だって話は聞きますね。この話結構ね、奥が深いんで、またじっくり喋る機会があると思います。そうですね、あと8秒ぐらいなんで、閉めてください。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と、増山さやかです。はい、明日もアトモさん出ます。
luz que brilha em minha vida é a luz do meu Salvador. A escuridão desaparece, pois tua glória me alcançou. Tua graça